宅間ヶ原、神々のお住まいになられるところ、またはご降臨なされるところで、古来よりも最も神聖な場所とされています。ほう、なるほど。平安時代、地震の乱の折、大天の御子、天武天皇と浅根草笛の御子とともに、吉野から、昨日通り、東国へ出しなさいました。そういうことかや。ちょっと意味わからへんねんけど。ちょっと見てみましょうか。神戸大神宮秋神社旧社寺になってるな。今下にあんねんかな。あのあれが前はここだったっていうことかね。もうなんやもう古墳があるのがいいやけど。はい、上がってみましょう。じゃあ何も残ってへんねんな。昔は落葉どこにあんの分からんね。それは上上がってみましょうか。なんか今にも崩れそうやね、木が。これ怖っ。ちょっと急いだから怖いね。怖いんですよ、ものすごく。木がね、どこやったっけ。天皇家公園とかね、木が倒れてたからね、あれ見てるから怖い。あれ、何もないの。何もないんですか。まぶやがれんの。はい、ほこらの厚みありますよ。失礼します。これこそ古墳のね、山の頂上みたいな感じじゃないんだけど、高間ヶ原。阿弥神社旧社地、ここやったね。旧社地、それでもね、何も建てないね。結界の印も、この石は何でございましょうか。もう見るからね、もう墓地というか古墳というかね、ね、何もないですか。何もないですね。これ一番ヒノキがいっぱいでね、周りが見渡せんぐらいヒノキいっぱいで、はい、登りましょうか。結構広いんですけどね。この一番奥に射程させてくれたらね、ものすごく感じがいいやろうけどね。だから階段上がってくるにしてもね、あら、この辺でたこ焼きをみんな食べてるわ。たこ焼きをね、そこにもここにもほらゴミが。このゴミはダメですね。ゴミはここ階段になってる。ここね、こう
はい、できました。はい、ありがとうございました。高間ヶ原でございました。あ、杉やな。杉やわ、これ。杉でした、杉でした。杉でございます。すごいんでございます。じゃあ、失礼します。はい、失礼します。はい、まつってくれてあるからね。失礼します。こっちがやっぱ降りるか。この辺の木は今にも倒壊しそうな感じだからね、ほんま怖いんだけど。この木ね、もうあれ倒れとんねやわ。今倒れてきたらどうする、これ。逃げようがないかね、これ。ああ、急げ。急げ。怖っ。ほんま怖いわ。よし、怖い怖い。急げ。はい、失礼しました。ありがとうございました。ここに杉の木があったの、どこにあるの。大きい杉ないんだけど。ここね、やっぱり怖いね。これもこれも怖いわ。は、はい、行こう。こんな大木が怖いと思った初めてやね。はい、ありがとうございました。高間ヶ原でございました。ありがとうございました。